皆さん、こんにちは、えー。暑い日が続きますが、そんな暑さを乗り切る夏の風物詩といえば、暑いオーガスタキャンプ。皆さんは地球に優しい夏の過ごし方、クールシェアを知っていますか夏の暑い日、家の電気の半分以上をエアコンが使っているそうです。そこで一人一台のエアコンをやめ、涼しい場所をみんなで共有しちゃおうというアクションがクールシェアです。えー、僕、畑本博がやってみたいクールシェアは、 バーーベキューですあのー、僕自身正直すごくインドアであんまりこう外に出て行ったりっていうのは少ない方なんですがパッとまずクールシェアで思いついたのは実はキャンプだったんですけどちょっとそのアウトドア初心者にはハードルが高いなというところでまずはなんかこうバーベキューこう友達とかと一緒にあのできたらいいのかなと楽しくワイワイ盛り上がりながらクールシェアもできたら最高だなと思いました。 それでではここで一句読んじゃいます「バーベキュークールも肉もシェアしよう」ということで、えー、まあもうそもそも何ですかね自分自身で一歩こう外に踏み出すこともなかなか億劫な自分なんですけどこうバーベキューとか美味しいお肉が目の前にあるとちょっとこう一歩踏み出してみようかなと思ったりもするので友達と楽しくできたらなと思って読みました。夏はライブでクルシェア オーガスタキャンプ2014を最高の一日にしましょう山中小村でみんなと一緒にクールシェアライブ中は熱中症にも気をつけてください地球温暖化防止に向けた私たちのファントゥーシェアアクションはファンの皆さんと素敵な音楽をシェアしてライブイベントへの参加などクールシェアを呼びかけます以上畑元博でした